模型を適当に扱うやつは俺は許さないんですよ。これも500円で売ってるんで、買わないやつはバカだ。うちの奥さんから言うと買うやつはもっとバカだ。専務と遊ぼう。6社数100万人モデラーでもありイラストレーターでもあり専務の悪友でもあり今回番組の予算1万5000円でちょっと何かお買い物してスペシャル。海洋堂の仏像を塗って仕上げるという約束をまだ果たしてないんですけど、はいはい、それにはこういうデカールをバリバリ張り込んだやつにするんで、そうするとまたユーザーの人が面白がって買ってくれるじゃないですか。なるほど、はい、そういうことをするのだ。はい、企んでて、ね、チキータがそんな仏像のそれを買うのか。せっかくあんだけ出しててもなんかユーザーのとこにちょっと届いてないのが悔しいんで、はい、あれをなんかねメカにして仕上げてね、うん、戦闘マシンに仕上げようと思ってて、デカールバリバリ張り込んで完成させますよ。よいしょ。ピーボさんさんも60年代のやつ、あ、これフィラットアバルトだ。え、いや、あの512はそこの奥にこのカードの紹介とともに、あつの上の512ですね。24分の1ですね、はい、これもレジンの繊細なキットだと思います。本当だ、512の一番僕らがフェラーリーと思ってる1970年ですよね。一番欲しかったやつですよね。で、あ、これスパの1000キロのやつだ。はい、でもこれと同じ形でルマンに出てる。はい、ですよね。ショートテールだね。あ、ルマンはそうですか。あ、フェラーリもそうか、ロングになるんですか。そうですね、多分。スパはフランコルシャンは短いかな。スパは多分ね、カーブがきついからね。はい、ですよね。はい、短いテールになってるかもしれない。出すも恐ろしいですよ、ね。でもなんか恐ろしいけど出しちゃう。はい。綺麗です。もう買っちゃうんですよ。いや、そうですね。買い取り決定みたいな、ね。これおいくら？高いと思いますよ。でしょう。24ですからね。あれ値段21,500円です。はい。これも買えないですね。はい、企画では。ね、じゃあ見るだけないですもんね。そう。でもこれこの成形綺麗ですよね。レジンは向こうのレジンは本当に信じられんぐらい。そうですね。水の君とかが上手にそれをまた完成させたりするんで。ああ、そうか。綺麗に抜けてますよ、このね、ピラーの。ショートテールですね。あ、ですよね。ね、この方はショートテールなんですね。ね、このフェラー 512M。スパを走ったやつ。あ、そうですね。はい。よくできてますよね。よくできてますね。個人の世代でやってますね。ですよね。手流しでこれやってるから、ね、このでもフォルムの作り方から何から。イタリアの方ですね。はい。あ、向こうの方のやつなんですか。はい。模型を適当に扱うやつは俺は許さないんです。これ対応はなんか他のやつのインジェクション使うんですかな、これって。これ多分ね、黒レジンで抜いてるかもしれないですね。ですかね、はい。スリックですからね、この当時は。これやったら、まあパターンは確かにいらんのでしょうけど。でもね、多分ね、普通の通常はパターン入ったやつで出てると思います。ルマンは特になんか、はい、スパとかルマンは雨になった時レインタイヤに変えなくてもしばらくは持ちたいんで。あ、なるほど。はい、全部パターンが入って。そうそう、なんかね、車が好きすぎて、はい、一時期A級ライセンスとか取って、ね、コース走ったり、筑波走ったり、面白がってやってたんですよ。はい、へぇ。で、やってみたら、こんなの、命がいくつあっても足らないよって。なるほど。やめましたけどね。命もお金も全然足らなくなるんで。あ、そうですよね。走行会程度にしとけばいいやと思って。やっぱり A コンルマンがまずかったですね。さあです。でもやっぱりさすがあれですね、モデリ GT さんだけに、アメ車 GT、フォード GT なんてないですね、適車は。ただ今ないだけじゃないですか。でもないですか、どうですか。そういうこだわりはないんでしょ。 GT のマークこれ、それです。これ目の前にありました。あ、目の前赤いから。そうだ、本当だ。マーク4ですね。マーク4ですね。なるほど。でね、マーク2とかマーク3出ましたけどね。すげえすげえ。いや、面白いわ。あと今のうちのメーカーも、はい、あの GT40 の、なんていうんですか、はい、オープンとかの、はい、ロングノーズとか、
あ、ロングノーズ、あ、そうだ、珍しいのいっぱい出してね。あの映画の後はフォード DG でもちょっとはで、なんかフォードはいい人になっちゃって、そうそう、いい車で敵役だったのにそうですね、フェラーリがいい感じの敵役で、フェラーリいい味出してましたけど、ね、横山さん、車モデラーがそうですよ、血が騒ぐ感じですよね、はい、この人はあのいつもワンフェスに出されてる、はい、ウォルテルさんとか、はい、なんだヨーロッパの人ですよね、ウォルテルさん、はいはい、ワンダーショーケースにもなった、そうですよね、はい、奥様がね、日本人でね、横山さんって言うんです、旧姓。そうなんですか、結構うちにも遊びに来ていただいてて、はい、なんかマシーネン大好きで、やっぱマシーネンのマッチボックスから出たらっていうフェイクボックス作ってくれたりしてましたよ、だからみんなそのやっぱフェイクボックス好きなんですよね、うん、そうなんですね、僕もあれがモキエアのに来た時の悲しさは、欲しいものなんですけど、家にあるんですですよね、確かにね、これか、どれですか、これね、はい、モーターでね、はい、プロペラで走る、あ、走るはしてるんですか、これ走るんですよ、これ、ただ回るだけじゃなくて、はい、あ、モーターライズでちゃんと動くんじゃ、そう、これね、タミヤがね、なるほど、昔のね、トミーで走る、はい、はい、ありました、ありました、大体何十のことをこれでやってくれてるんですよ、はい、ということはペラがやっぱりちゃんと内室も入ってるんですよね、きっと、はい、へ、こういうことね、先生ね、いらんことばっかり詳しいんですいや、それはすごいですね、これ、買った方がいいよ、あ、なるほど、はいはい、そうですね、ただプロペラが柔らかいやつでできてて、はい、分回しても大丈夫なんですですよね、はい、トミーのもそれで2種類入ってたんですよね、はい、そうです、そうです、はい、値段は何分ですか、これはね、4000円って書いてますけど、あ、2000円って書いてる、なんで安っ、いや、多分バーゲン品、おい、そんな素晴らしい、いいもん見つけますね、先生、いいもん見つけますねすごいですね、やっぱ知識は力ですね、すごいですねそれはすごいわ、やったー、さっきのやつとなんか2人で1万5000円なので、はいはいはい、じゃあ、あと1万3000円は、はい、じゃあ、これを、まあ、ギャラクシークエストがね、じゃあこれを買ったことにすればいい、これも、はい、買ったことにして、これをそしたら僕も買います、7000円でしょ、7000円、はい、はい、ということは今までまだ9000円です、まだ9000円ですよ、あと6000円買えますよ、買いますよ、今安いものがあるってことに気づいたんで、なるほど、やばいですよね、定価じゃないってことなんで、例えば専務これとかさ、長谷川の名作500円ですよ、500円ですよ、これ買わんとバカじゃないですか、はい、はいはい、で一応再2回目ぐらいの再現でも、でもこれ500円で買わんやつはバカですよって、本当にやばいですよ、これですよね、このコーナーやばいですよ、これやばいですよね、はい、このオライオン500円ですよ、これも500円ですか、はい、なんでこんな値段で売るんですかね店長、バーゲン品なんて、いや、バーゲンといってもちょっとですよ、ここやばいですよね、やばいですよ、これ長谷川のムスタングはどうですか、長谷川のムスタングもこれ500円ですよ、500円ですか、これもこれも買った方がいい、はい、これもシュウリ君がおったら発狂して踊ってますよ、はいはい、ここでシュウリ君にお土産でそのムスタングを買ってみましょう、はい、持ってみましょう、あいつまでね、ランカスターのお金一銭も払ってないんですよ、あー、ね、じゃあまた借金が、そう、また増えます、加算されますね、大きいですよ、エッチングと、これ何ですか、これ、これね、あのコレクション、金属曲げて作るためのスピットファイアなんですけど、4パチで、はい、完成した人がいないというでしょうねあの、企画倒れというか、はい、モデルのメタルですか、カサビオ社って言って、昔、はい、ミニカーとか出してたとこが、飛行機もちょっと金属でやったやつを作ろうみたいな感じで作ってるんですけど、これダイキャストでほら、はい、ですね、だからこのまま完成しなくてもいいんで、もうパーツだけですよね、500円絶対考えた方がいいですね、本当にこれ何なんこれはって、ここ頭おかしいというかダメですよね、ここを代わりにしておくのもいいかも ね、で自分の買うやつは、ね、別でバッグで買ってみて、まあ、それももちろんです、はい、ではそれでそれはそれで、はい、へえ、これねエンジンとかも金属なんで、なるほど、既存のプラのやつと組み合わせて自己満足もいいし、あとパーツ眺めて可能性を楽しむのもいいと思います、ね、美味しいですね、作るのが難しいんですか、金属だったら、だから難しいし、なんか企画倒れなんで、どうやってその曲線をプレスしたり、ツーパーツ曲げるかとか、お客さんの腕次第みたいな、あの質の悪いね、お店みたいなもの、ね、だから全部安いですよね、ブラッククイドーが30円でしょ、はい、安いです、安いですよね、このファントムこれ4400円ですよ、これねえ、はい、こっちなんてこれ半額ですよ、ファントムですよね、ファントム、これはファントム持ってないですよね、ネイビー、こっちのファントムはどう、じゃあこっちはグレーのファントム F、それおいしいですか、
てよ、クラシカル。5500円。ちょっと微妙にこっちの方がちょっと高い、はい、でもこれを高いと言うてしまったらバチが当たり本当ですね。6000円、リーグル。だってこれ半額ですよ。1万2000円するやつですか。ですよね、1万2400円ですよ、はい、半額っすよこれ。だからさっき言ったようにやっぱ飛行機の人がみんな死んでんですよ確かにね。まあ明日は我が身ですけど。ですよね、はい、も持ってはるコレクターの方がもう作りきれんからっていうことをお店に今寄贈と言いますか。まあ寄贈じゃなくて一応買い取りってことですか。はい、あの私も古物持ってるんで一応。あ、なるほど、はい、中古品として、はい、ちゃんと、はい、査定をして買い取りで。ただ なくなったりじゃないですよ。うん、そう、もう使えなくなるんですね。はい、あとそう、それであと引っ越すとか、はい、まあ、なんかしらにもいいやって感じ。そう、ありがたいことですよね。そうです、ですよね。もうみんなさっきそういう人が多いから、あと、うん、あの奥さんがとかもう音じゃおらん間に売っちゃおうとかかわいそうなもので。では、まあ、本日買う商品、決まりましてですね、予算案の中で収まってるってなかなか優等生な買い方をしております一番高いのはこれで、あの何シークエストというね、あの昔のテレビ SF シリーズなんですけど、これに出てきたメカ、僕もあんまりほとんど買ったこともないので覚えてる、裏覚えに覚えてるんですけど、これなんか横山先生あれですよね、なんかあのマシネンのパーツに使える、使えると思って流用パーツの塊みたいな、自分が持ってます。はい、32分の1の、DSV ですから、まあ言うたらそういう救助艇みたいなもんですか。書いてますね、ディープオーシャン、あ、ディープオーシャントランスポート、輸送船みたいなもんか、深海輸送船、深海輸送船と、はい、次は横山さんが、次はね、タミヤのね、あのプロペラが回って走る、なんとかアクション、プロペラアクションシリーズっていうやつがあって、タミヤさんもそうやってね、こう動く、動くっていう、はい、こんなユニークなというか、プロペラのね、風力でね、はい、ほんまの飛行機みたいな、自走するんですよ。でこの、はい、これだからモーターも入ってて、はい、その当たっても怪我しないような柔らかいプロペラが入ってて、はい、昔はねトミーさんが出してて、はい、やってましたね、プロペラで走る線と生えてと、はい、それの、タミヤ3番を見つけたんで、まあ、確かサンダーボルトみたいにでかいエンジンだったらならではで、そうなんです、細いあのスピットみたいなのでは無理だろうけど、そうです、なるほど、サンダーボルトということでキット化された、はい、形ありきの企画でした。はい、これをなんかお安く売ってました、はいはい。これはもう横山さんが見つけられてですね、これ長谷川のゼロ戦、まあ名作キットなんですけど、これを買った理由がですね、あのなんかセール品ということで500円、こんなん500円でこれ見せられたら買わないやつはバカだといういつもの買わないやつはバカだシリーズの500円、長谷川素晴らしい、これは買いですね、はい、ということで、はい、同じように横山さん見つけられたシリーズで、これもね、よくできたキットなんですよ、はい、昔のキットですけど、はい、でもこれも500円で売ってるんで、はい、買わないやつはバカだって、うちの奥さんから言うと買うやつはもっとバカだ素晴らしい言われますどんどんどん同じように出てくるのは、これオライオンもですね、これも500円ですよ、500円、ワンコイン、ね、今これでこんなん人生のどれだけの時間が楽しめるやつですよ。昼ご飯ちょっとだけケチったら買えますもんね。買わないやつはバカだ、買わないやつはもっとバカだ名言ですよこれ。これはでも本当に横山さんちょっと言っていただけて、なんかこれ僕も全然知らなくてびっくりしました。カサディオ社っていうその本来ミニカーとかの金属のやつを作ってたメーカーさんが出した金属製のスピットファイアなんですけど、このエッジングパーツとか、あとこのダイキャストのボディとか、てんこ盛りの金属パーツ入ってるんですけど、どうやって作るかが全然こうわからないんで、できたら天才みたいなほとんどの人はできないと思う、もう社長の腕次第みたい なんか、ね、すごいキットなんですけど、これもなんかね500円、500円、これ定価もちゃくちゃ高かったですよね。定価ね、なんかね、もうかなりしました ねこんなものは高いんですよ、はい、9800円とかじゃないですか、定価は協商が輸入してたもんですね。そうなんですね、ミニカー流れの製品、そうか、その流れですか、はい、なるほど、ミニカー協商さんのロゴが入ってます。あ、本当だ、代理店が協商やったんですね、はい、9800円の500円で、はい、しかもこれ当時の9800円は相当ですよね、今だったらね、20万円ぐらいしますこれはまあでかい、サイズがいっぱいあったんですけど、いいす、はい、富士見のね、この F1、まあ、ステルス戦闘機なんですけど、これも紐で取っちゃい、これはお値段が3000円、当時これ6800円、まあ、これひょっとしたらテスターのかな、
ですかね、うん、いやそうかもしれないですよね、藤井がこんなん作るわけないですからねテスターですね、これねテスター出てましたよ ね出店は出さないんですよね、これでも藤井が、あ、これ袋がもう馬力で入ってて、これですよ、ね、アンブルーの色指定かなんか入ってるんで、はい、あ、これテスターっぽくないですか、このですよね、これは、はい、ですよね、これも買ったんでしょ、はい、開けちゃいましょう、開けちゃいましょうそう、模型はね、このね、はい、封を切るまでがね、勇気がいるんで、こうやって中古で買うと、その勇気がね、後押しされてすごくいいんですよ、セロテープで貼ってるだけでも、すごい馬力で買ってるよという感じが、おっしゃる通り、テスターでしたね、テスターですね、テスターですね、ということは、中身が、あの、あれですな、テスターが大きい、はい、これね、俺持ってますけど、すっごいよ、あ、そうですか、はい、へぇ、いや、でっかい金型やしな、これ32分の1の、ですよね、F の117、はい、それで戦闘機が、これはね、はい、いいですよ、テスター車のやつ、これめちゃめちゃいいですよね、3000円ですよ、ね、買わないやつはバカですよ買うやつは持ってもらご覧の皆様、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします、お願いします、はい、で、横山さんどうでした今日このお店、実はあの仲良しの川口さんのお店なんですけど、はい、来るの初めてなんですよ、はい、で初めて来てみて、いやこんな面白いんだったらもっと早く来ればよかったでも早く来たらもっとたくさん買っててもっと大変なことになってるので今日でよかったからなるほど、でも来れてよかったんで、専務のおかげで、ありがとう、はい、わざわざ今日本当にお越しいただきありがとうございます、はい、とんでもないです、ありがとうございます、はい、東京まで来ていただいて、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、どうもお疲れ様です、バイバイ。もし失敗してしまった場合は、あの買い取りでお願いいたします、もう忍耐力ですよ、あーであーそこであーを言うのは OK です、目指せ登録者数100万人。